フルクトースマイナス1、6、ビスホスファターゼは、同化過程の等身性やカルビン回路で、フルクトースマイナス1、6ビスリン酸を、フルクトースマイナス6リン酸に変換する酵素である。FBP アーゼの触媒する反応は、回答系における、ホスホフルクトキナーゼの逆反応である。これらの酵素はどちらも一方向しか触媒できず、フルクトースマイナス2、 六ビスリン酸等の代謝産物によって制御される。ため、どちらか一方の活性が高くなると、もう一方の活性が低くなる。つまり、フルクトースマイナス2、六ビスリン酸は、FBP アーゼをアロステリック阻害するが、ホスホフルクトキナーゼ I を活性化させる。フルクトースマイナス1、六ビスリン酸は、多くの異なる代謝経路に関与し、ほぼ全ての生物で見られる。 FBP アーゼは、触媒に、金属イオンを必要とし、LI2 に強く阻害される。豚の FBP アーゼのホールディングは、イノシトール -1 ホスファターゼと相当である。イノシトールポリリン酸マイナス1、ホスファターゼ、イノシトールマイナス1ホスファターゼ、FBP アーゼは、金属イオンに結合し、触媒作用に関与している、ことが示されているアスププロ、イル、レイアスプ。 ぐらい、セール THR、セールのモチーフ配列を共有している。このモチーフは、菌類、細菌、酵母のイノシトール -1 ホスファターゼでも保存されている。これらのタンパク質は、イノシトールシグナル、糖新生、硫酸ジオ動化、そしておそらく機能代謝等の様々な代謝経路に関与する。3つの異なる種類の f b p アーゼのグループが、 深核生物及び細菌で同定されている。最近まで古細菌では発見されていなかったが、イノシトールモノホスファターゼの活性も持つ4つ目の新しいグループの FBPR ゼが細菌になって同定された。また、高熱性古細菌や超高熱性細菌ワキフェックス E リカスでは新しいグループの FBPR ゼが発見された。このグループの FBPR ゼは、 気質と食い性が高く、これらの生物の真の FBPR ゼであることが示唆、されている。二次構造の研究により、FBPR ゼ V は、通常のトーホスファターゼが持つ α β α ア β α ァ,ァ,ァの5層のサンドイッチ構造ではなく、新しいフォールディングである αββα の4層構造を持っていることが明らかとなった。触媒部位の即座と、 金属リガンドの配列は他の FBPR ゼの機構として提案されていた3つの金属イオンによる触媒機構と一致することが発見された。低 GC 含量のグラム陽性細菌であるフィルミクテスモンの持つ FBPR ゼは他の生物の持つ FBPR ゼと配列上の類似性がほとんどない。枯ク草菌の酵素はアデノシン1ン酸で阻害されるが コスホエノールピルビン酸によりこの阻害は解除され、また、MN2 イオンに依存する。この酵素を欠く変異体は、リンゴ酸やグリセロールのような糖、新生成長期質でも生きることができる。ありがとうございます。